挟山遺跡は大阪府藤寺市に所在する旧石器時代から近世までの各時代の遺構や遺物が見つかった複合遺跡。全国的には現在わかっている日本最古の住居跡が見つかったことで知られ、そこでは後期旧石器時代の住居の構造が明らかになったことが特筆される。挟山遺跡は大阪府南東部の藤寺市の藤寺公団、野中、藤ヶ丘一帯に広がっており、羽曳の丘陵の裾野に広がる段丘に立地する。遺跡及びその周囲は全体が緩やかな傾斜地となっている。この遺跡は1974年大阪外環状線建設の際に新たに発見されたものである。以後、大阪府教育委員会や藤寺市教育委員会による調査が続いてきた。1986年の挟山遺跡の発掘調査により、後期旧石器時代の住居の構造が明らかになった。住居跡は深さ約50センチメートルの半地下式で、そのくぼ地の周囲には 1.0 から 1.7 メートルの間隔を置いて、直径14から22センチメートルの柱穴が7個あり、その外側には浅い溝が巡らされていた。住居の範囲は、東西直径約6メートル、南北計5メートル、深さ 0.3 メートルにわたり、その形状は楕円形、柱は合計13本であったと推定されている。なお、柱穴は円をなして並び、各柱穴がその円の中心に向かって斜めに掘られており、これに木を差し込むと紙型でその中心に集まる角度になっていた。すなわち、東西約6メートルの円錐状の縦穴住居が復元できる。遺物としては、紀元前2万年頃のナイフ型石器、翼状薄片、石角等が出土した。なお、住居跡とは沢を挟んだ東側から計 270cm×160cm の楕円形状の土坑が見つかっている。これは墓ではないかと推定されている。挟山遺跡には縄文時代及び弥生時代の遺構、遺物は少ない。しかし、挟山遺跡は古墳時代には巨大な前方後円墳が作られた。挟山遺跡は隣接する羽曳野市とともに古市古墳群と総称される範囲の一角を占めている。特に墳丘長103メートルの技見山古墳と墳丘長154メートルの野中宮山古墳は、それら全体が挟山遺跡の範囲内に収まれるため、挟山遺跡の範囲は古代以降の集落形成に何らかの影響があったと考えられる。特に技見山古墳は前方部が東を向き、造営年代が5世紀中央であると推定されているのに対し、野中宮山古墳は前方部が西を向き、5世紀前葉に作られたと考えられている。両古墳は、向きは逆であるものの互いにほぼ平行に並んでおり、被葬された人物の密接な関係を想定することができる。両古墳の周囲に広がる挟山遺跡からも、円筒埴輪などの副葬品が出土している。円筒埴輪の中には、井戸枠として転用されているものが見つかり、話題となった。飛鳥時代中期の遺跡として、挟山遺跡で話題となったのは、2003年の調査で46棟を、越す、掘ったて柱建物跡がまとまって検出されたことで、ある。中でも、調査区南部で見つかった4面にひさしを持つ、大型建物は、注目に値する。この大型建物は、床面積の広さばかりでなく、周辺にやや小規模な付属屋的建物や、倉庫と推定される、操縦式の建物が配置されていたこと、さらに、その周りに塀と見られる中列や小規模な堀と考えられる溝を巡らせていることから、館が関連施設か、あるいは豪族居館であった可能性が指摘されている。奈良時代、平安時代にも挟山遺跡の地区では、大規模集落が営まれ、当該期の遺構、遺物も多い。藤井寺の地名の由来となった遺跡北西の葛井寺は、その名の通り、この地を本拠とした富士市の氏寺と考えられる。挟山遺跡からは多量の羽敷、須液が出土しており、牧書されたものも多く、漆を入れた壺や月も出土している。8世紀代の役人が着用した帯の金具も出土しており、官位を有する有力者もしくは役人の存在が想定される。波佐見山遺跡の地区から見つかる集落跡は、鎌倉時代、室町時代のものまで続き、発掘調査では、掘立柱建物や倉庫、井戸、土地の区画や、排水のための溝、水を溜めたりゴミを捨てるための穴などが見つかっている。これらのことから、和座見山古墳と野中宮山古墳は、古墳時代が終わると、周囲を集落に取り囲まれるような状況になっていたことがわかる。特に、掘立柱建物が古墳のすぐそばまで建てられるようにもなった。これは、古墳時代とそれ以降の時代の人々の古墳に対する考え方の変化を反映していると指摘される。この考え方の変化は新たな社会秩序の形成に由来するものと考えられている。波佐見山遺跡からは旧石器時代住居跡が発掘されている。この時代は移動生活が主体となっており、住居としては洞穴や岩陰などの利用が多かったと見られる時代である。したがって、波佐見山遺跡のこの旧石器時代住居跡は、この時代のものとして、極めて希少なものである。なお、その旧石器時代住居、土坑の検出地点は、大阪府教育委員会によって、波佐見山遺跡、梨田地点と命名された。これは、当該地点が当時プロ野球、近鉄バファローズの梨田昌孝捕手の自宅兼商業ビル建設予定地であったためである。調査時に採取した旧石器時代住居跡の剥ぎ取り土層断面は資料として大阪府立地下飛鳥博物館に展示されている。上記の遺跡で旧石器時代の竪穴住居史あるいはその可能性を持つものが報告されている。内府型石器文化期に属する椎の木、波佐見山遺跡を除いて後続する採石人文化期に属する。これらは石器の共犯を根拠に旧石器時代に変連付けられているが、縦穴の平面形態や柱穴、炉などの住居跡として保持する要因が不統一であり、必ずしも旧石器時代の明確な方眼層から検出されていないものもあって、確実な例とは言い難い。ありがとうございます。